て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は主に劇場版の仮面ライダーディケイドに登場したライダーたちについての動画となります。大雑把にまとめてきたな。いや、ディケイドって劇場版が割と多いので、もともとテレビ本編も30話程度で終わらせる予定だった分、劇場版が増えたのかな？さて、まずはオールライダー対大ショッカーで登場した、仮面ライダークーガライジングアルティメットから紹介します。ライジングアルティメット？ライジング自体がアルティメットフォームの力の前借りみたいなものなのにか？五代ユースケの変身するクーガの場合はそうですが、ユースケのクーガの場合はそもそもライジング化してませんからね。そうだったのか。アルティメットフォーム自体はユースケのクーガもテレビ本編や劇場版で変身しますが、ライジングアルティメットの場合は大神官ビシュムの持つ地の石によってクーガの戦闘力を限界まで高めた究極の形態です。なるほど、外的要因でパワーアップした形態なのか。パンチ力100トン、キック力120トンとアルティメットフォームをしのぐスペックを誇っており、おそらくダグバをも超えると思われます。ダグバやアルティメットフォームを超えるクーガ、強すぎだぜ。変身当初はユースケの石がビシュムの支配下にあったため黒い瞳をしており、後に自分の石で変身した際は赤い瞳になっています。この形態も、黒目は制御不能、赤目は自分の意志で変身してることを表しているんだな。雷撃を伴う格闘攻撃や炎をまとったパンチを繰り出すことができ、必殺技はライジングアルティメットマイキキックとなっています。5代のアルティメットフォームの時より戦闘が派手になったぜ。また、同作品においてディエンドがファイナルフォームライドディケイドを使用、ディケイドライバーに変化させました。ディケイドがファイナルフォームライドするとドライバーになるのか、これをどうするんだ？仮面ライダー J の腹部に巻くことで、仮面ライダーディケイドコンプリートフォームジャンボフォーメーションに変身しましたね。J、ディケイドが巨大化するための素体的な扱いか。続いては、映画仮面ライダーディケイド完結編で登場した仮面ライダーディケイド劇場隊です。劇場隊？劇場版だけにか？多分その意味も含まれてるんだと思いますね。パッと見同じに見えるけど、顔がちょっと怖くなったかな？この姿は世界の破壊者の使命を受け入れた司が変身した姿であり、仮面ライダーを手当たり次第に倒してカードに封印しました。本来のディケイドは相手を倒すとカードに封印できたのか。また、仮面ライドせずとも他のライダーの能力を自由自在に使うことが可能で、クロックアップとインビジブルのコンボで兜を瞬殺しています。フォームチェンジの手間なく、しかも複数枚のカードをコンボさせて使えるなんて便利すぎるぜ。さらに戦闘スタイルも、格闘戦では首を締め付けたり倒れた相手に対して踏みつけを繰り出したりとより暴力的なスタイルに変化し、襲撃してきたライダーをファイナルフォームライドで強制的に変形させて自らの武器にして使い捨てたり、不意打ちをするなど、勝つためには手段も選びません。ナルタキが言ってた通り、本当にディケイドは悪魔になってしまったのか。ファイナルアタックライドディケイドも強化され、もともとは10枚のカードをくぐり抜ける仕様でしたが、こちら相手に着弾するまで永遠にカードが自動で相手をホーミングしつつ生成され、絶対に相手を逃さず攻撃を与えることが可能です。どう頑張っても逃げ切れないのか、殺意がすごいな。スペックだけならコンプリートフォームの方が高いのですが、容赦ない戦い方に変化したことで通常時よりはるかに強くなってますからね。アルティメットフォームとの戦闘においても肉弾戦のみで追い詰め、心中を図ろうとするクーガをライドブッカーで切り裂き勝利しました。アルティメットフォーム、自分の意志でファイナルフォームライドしてアルティメットゴーラムになれたんだな。さて、そんなディケイドを止めるため、ヒロインの夏美がキバーラの力を借りて変身したのが、こちらの仮面ライダーキバーラです。ヒロインも変身したのか、しかも劇場版で。はい、彼女はテレビシリーズでメインヒロインを務めた人物が、専用アイテムで変身した初めてのライダーになります。ファムはメインヒロインじゃなかったし、戦は変身者多かったからな。すべてのライダーがディケイドに倒され、最後に残った夏美が覚悟を決めて変身、専用武器キバーラサーベルで串刺しにしてディケイドを倒しました。あの劇場隊のディケイドをそんなあっさりと？
実は司が手を抜いており、わざと攻撃を食らって自滅したんですよね。なるほど、手を抜いていたのか。って、じゃあなんで他のライダーは全員カードに封印したんだぜ？実は平行世界の融合が始まっていて、放置しておくと各ライダーたちが消滅してしまうのでその前にカードに封印していました。その後、自分が消滅することで封印されたライダーたちを復活させるという算段で、全て計画通りでした。汚名をかぶった上に自己犠牲にして、全てのライダーたちを守ったのか。その後はユウスケや夏美、カイトウ、これまで出会った仲間たちの思いを受けて司も復活し、ライダーのいない隙に世界征服を目論んだスーパーショッカーの怪人軍団とライダーたちとの戦いが始まりました。懲りない奴らだぜ、ショッカー。この時、キバーラはソニックスタップという必殺技を使用しており、背中に紫の翼を出現させ高速飛行し、敵をキバーラサーベルで切ります。ちゃんとした必殺技も持ってるんだな。必殺技といえば、夏美が生身の時に司に仕掛けていた光家秘伝笑いの壺という技も、キバーラサーベルの柄を使って使用しています。わ、笑いの壺？この壺を押されると強制的に笑ってしまい、怪人とて例外ではありません。ある意味強い技だな。また、この戦いの際に仲間のライダーたちが揃ったことでディケイドは最強コンプリートフォームに変身し、平成ライダーたちを最強フォームに変身させました。パッと見同じだけど、よく見るとライダーカードが全員最強フォームのカードになってるぜ。詳細なスペックはわかりませんが、全員で一斉に必殺技を放って敵を撃破したので、多分かなりのパワーを秘めています。全員最強フォームだもんな。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。